お家でいろいろな動物に変身してみよう。先生の動きを真似してみてね。その前にお約束があるよ。始める前のお約束、お家の人とやってみよう。一人でするよりみんなですると楽しいよ。難しかったら無理はしない。難しかったら動きを小さくしてみてね。まずは挑戦してみよう。やったことなくてもやってみると楽しいよ。それではやってみよう。一つ目はダンゴムシに変身するよ。この動きは全身に力を入れたり体重移動をしたりするよ。それではやってみよう。まずおへそを上にしてゴロンと振ります。手と足を上に大きく伸ばしたらバタ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 。数を数えながら5の時に膝を丸めるよ。1、2、3、4、5。この時に膝を胸に近づけて手でしっかり膝を抱えてね。さあダンゴムシくん転がれるかな。ゴローンゴローンゴローン。はい、ではもう一度やってみましょう。手足を伸ばして1、2、3、4、5。転がるよ。1、2、3、4、5。はい、できました。2つ目はオットセイに変身するよ。この動きは胸を伸ばしたり腕の力を使ったりするよ。それではやってみよう。まずはおへそを下にして手足を伸ばしてドーン横になります。両手を胸の横についたら腕の力で体を持ち上げましょう。そのまま両手のひらだけでよちよち歩いてみようね。それではもう一度やってみましょう。手足を伸ばしたら胸の横に手を当てて体を持ち上げます。1、2、3、4、5。はい、できました。3つ目は象に変身するよ。この動きは腕を伸ばしたり足踏みをしたりするよ。それではやってみよう。まず足を大きく広げて片方の手を伸ばします。ここは象の鼻になるよ。肩から大きく使って腕を滑らかに動かしましょう。その時に膝から足を持ち上げてドッスンドッスンと動かすと大きな象に変身するよ。それではもう一度やってみましょう。足を大きく広げて腕を伸ばして足も1、2、3、4、5。はい、できました。4つ目は蛇に変身するよ。この動きは腕や肩を動かしたり片足でバランスをとったりするよ。それではやってみよう。まずは両手のひらを合わせます。くねくね動かしながら前に伸ばしていくよ。できるお友達は肩や肘も使いながら大きく動かして大きな蛇を作ってみよう。それができるようになったら足も伸ばして長い蛇を作ってみてね。それではもう一度やってみましょう。両手を合わせて肩から大きく動かしていきます。できるようになったら足も一緒に1、2、3、4、5。はい、できました。5つ目はウサギに変身するよ。この動きは腕で体を支えたり体重を前に移動したりするよ。それではやってみよう。まず両手を地面につきます。ついたらそのまま後ろ足を揃えてぴょんと飛んでみるよ。遠くに手をついて足をぴょん。もう一度遠くについて足をぴょん。
それではやってみましょう。今日はこのような草むらを用意しました。うさぎさんが草むらの上を飛んでいくよ。この中には牛乳パックが入っています。お家でも作れそうですね。草むらを置いて、さあできるかな。遠くについてよっ、遠くについてよっ、はい、できました。6つ目は猫に変身するよ。この動きは四つん這いになったり、お腹や背中の曲げ伸ばしをしたりするよ。それではやってみよう。まずは手のひらと膝を使って地面に四つん這いになります。そのままお部屋の中を自由に散歩してみよう。たくさん歩いたら、今度は猫の背伸びをするよ。背中をぎゅーっと下に押しながら、頭とお尻を上に上げてみよう。1、2、3、4、5。これができたら、今度はおへそを上に上げて、頭の方からおへそを覗いてみよう。この時に両手の間から頭を入れるようにすると、綺麗に背中が伸びていくよ。それではもう一度やってみましょう。背中を下に押しながら、お尻と頭が上に上がります。1、2、3、4、5。今度はおへそが背中につくぐらい持ち上げて、1、2、3、4、5。はい、できました。7つ目はゴリラに変身するよ。この動きはしゃがみ込んだり、腕の曲げ伸ばしをしたりするよ。それではやってみよう。まずは足を大きく広げます。この時に足のお父さん指が外に向くようにして足を広げてね。そのままお尻を下に下げていきます。さあ、そこから腕を大きく伸ばしてゴリラの動き、1、2、3、4、5。それではもう一度やってみましょう。足を大きく広げて、お尻を落としたら、1、2、3、4、5。はい、できました。8つ目はフラミンゴに変身するよ。この動きは片足でバランスをとったり、腕を動かしたり、胸や背中を伸ばしたりするよ。それではやってみよう。フラミンゴは足を1本にして魚を探します。足を片方沿わせてあげたら、両手で羽を作ってパタパタ動いてみましょう。1、2、3、4、5。これができるお友達はちょっと難しい技、羽を休めるポーズもやってみるよ。両手を後ろで組んで、体を前に倒していきます。1、2、3、4、5。はい、それではもう一度やってみましょう。足を上げて羽をパタパタ、1、2、3、4、5。羽を休めるポーズです。1、2、3、4、5。はい、できました。最後は犬に変身するよ。この動きは肩や背中を伸ばしたり、手足を伸ばしたままの体重移動をするよ。それではやってみよう。足を少し広げて、手は上にバンザイの形で伸ばします。その手をおへそから曲げて、肘や膝を伸ばしたまま手のひらを地面につくよ。さあ、伸ばしたまま、1、2、3、4、5。これができるお友達は足を途中での上に持ち上げてもかっこいいね。それではもう一度やってみましょう。足を少し広げて、手をバンザイにしたら、おへそのところから曲げて地面につきます。肘や膝を伸ばしたまま、1、2、3、4、5。足も持ち上げて、はい、できました。
なできたかな？毎日やると体の使い方が上手になるよ。幼稚園では他にもたくさんの遊びがあるからね。幼稚園で一緒に遊ぼうね。それではまたねー。